はい、どうも皆さん、こんにちは、クヨシです。今回は、ベルリ、なんか読み方わかんないけど、これ使います。全然読み方わかりません。なんかね、マシンダガンの影に隠れてる、よくわかんない武器なんですが、まあ、その武器を使ってやっていきます。あまりにもね、マシンダガンのインパクトが強すぎて、この武器隠れちゃってるんですよ、完全に。実は隠れ強武器になり得るかもしれないっていうとんでもない武器だったんですが、皆さんまだで誰も注目していないということで使ってやっていきましょう。向こう登られる前に早く向こう押さえに行こう。おい、ガスグレ切るかよ、マジか。まあ、さっさとね、フレアガンじゃねえや、地雷でも置いといてあれしましょう。一番引きましょう。94カット強くね。地味にダメージ強いよね、明らかに。これ強武器のダメージしてるもん。明らかにね。あ、ミスった。ムーブナイス。4発、まあ弾数が少ないんでね、そういうところはあるんですけど、仕方ない。まあ、自分もチラッとしかこの武器だとこの武器を使ってないので、まあ使用感とかわかんないんですが、まあ、武器的ななんか性能っていうか、あれを見る感じでは強い武器とも言える気がしますね。当てにくいんだよな、ああいうところ。計算に持ってんなー。かなり降りるか、一回。一回降りて遊びに行くか、ちょっと。計算いなさすぎるもん。実際いるのかすら不安だわ。強いねー、ダメージ。なんかヘンリーみたいな感じだよね。なんか弾数と、なんかドンって打つの威力、なんかなんだろう、あのエフェクトっていうか、なんていうんだろうな、迫力、ヘンリーみたいな感じのものを感じますね。上か、危な。あと本来使ってるのはカービンタイプですね。忘れてたわ。まあ、カービンタイプなんで、まあこいつも狙撃とかあったらいいなと思うんですけど、マークスワンだとかね、あったらすごくいいと思うんだけど、ないらしいんでね、諦めますけど。戻ろう。上がろうぜ、イービン。上取ったもん勝ちだ。どうしよう、向こういた。登ってるぞ、上。ワイヤートラップ、チー、お疲れ、いい。いいですね。騙されましたね、まんまと。登るか、あいつ。しゃがんだね。敵いないなぁ、ほんとに。どこいるんだろう、みんな。みんなどこ消えちゃったんだ。こんな常にゼロなわけないからね。どっかいるはずなんだよね。どこにいるんだ、出てこい。向こうの回路側に持ってんのかな、もしかして。いたもったいない。逃したわ、最悪。ちょっと逃しちゃったよ。さあ、あ、敵さんがいな、いなさすぎ。このマップね、敵がいないんだよね、基本的に。このマップ恒例行事、敵がいない。ほんといつも敵がいないんだよね、このマップ。敵がいたことがあんまりないよね、この人は。あ、いるね、向こう。敵は味方殺すだろ、あれ。味方殺せつか。次の感じで始まったわ。やば。
敵の反逆始まってる。笑うこと今若干戻ったね、この人今。オッケー、良いですね。さあどうしようかな、上行って、そこ行って、ちょっと危なかった今の。危ない、だお前だ。あ、そっち、うまい、危なかった今の。ちょ、死ぬ。死にたくない。私は生きる。危ない。死なない。命大事に。ナイス。なんか飛んだせいで当たんなかったの、なんかよくわかんないよね。危ない。あー、マジだってミスったよ。やべ、できた。マジ、あ、マジミスった、降りた、やべ、ま、やべミスで殴った今。なんかね、もうね、あれ始まってからずっとラグいんですよね。DLC、始まってから、配信化されてからずっとラグくてね、やりづらいんだよね。甘い。オッケー、ラスリでもらい、15キリッチです。完璧だね。やっぱこっちの方が新武器、こっちの方が最強武器だったね。はい。ということで今回はね、なんか、もしながらの鍵に隠れた悲しい銃を使ってやってきました。まあ、こっちの方が強いっぽいね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。